はい、ヤマダンです。ですね、今回はカスタムギアバトルやっていこうと思います。ライジングエッジ、ね、アークキャバリアの D ダッシュ、D シャーシね、手に入りましたんで、つけてあげました。フロントウェポンはマイティデルタですね。まあ進化系なんで、すくい上げは性能いいんじゃないかなと思います。あと色が揃ってんのが気に入ってますね。リアウェポンはデフォルトです。で中は、超速ギアやっと、スプリントダッシュ、積んでます。で対する、ビートインパルス、皆さんこれみんな持ってると思うんですけど、ビートインパルスのデフォルトって SD 自爆するんじゃないですか。あれがよく分かんなくて、ね、まずデフォルトでついてるホイールは外しました。で、転倒防止のスポーク付きのシャークホイールねをつけました。で、スピン一辺倒と見せかけてバッテリーボックスは前ですね。でダッシュでここの先端で相手をぶっ飛ばすと。で IOD つけてます。ライトアームですね。リスクは S1 です。それバトル行ってみましょう。
はい。ちょっと長丁場になって申し訳なかったですね。なんとか、勝ちました。ライジングエッジもね、いいダッシュ決めてましたね。コイルキーがちょっと大きすぎたのかな。ちょっとやっぱり旋回停滞しちゃいますね。たまに壁沿いに走るダッシュがちょっと強いんですけど、ビートインパルスね。まあちょっとカスタムの考察はまあいろいろやっていこうと思いますんで、26分もお付き合いいただきありがとうございました。ヤマダンでした。